カフェに乾杯。乾杯。ありがとうございました。今日のお願いファッションだよ、ね、なんかそういうカバンあるよね。自撮り難しい。ネックレスみたい。魅力ながら協力できたことはもう本当嬉しいなって思いますし、もう早く友達を連れてこの場を紹介したいなという気持ちでいっぱいいっぱいです。閉店時間になると一旦飼育室の方に戻って寝泊まりをします。必要に応じてそこでまあご飯を食べたり、あとはまあ、お風呂に入ったりとかですね。ペット用のヘビはだいたい冷凍のマウスっていうのを、まあ、ペットショップとかで売っているものを食べてるんですけども、それを1週間に1回、食べます。ヘビはご存知の通り丸飲みをしますので、とっても食べ方も綺麗ですし、飲んだ後消化するのに 3,4 日かかりますから、その間、まあ、じっとしていることが多いですね。まあ展示、そうですね、アテンダントとして、まあ、展示だけは出るかもしれませんけども、あとはやっぱ触れ合いとかそういうのは消化期間中は、行きませんので、その場合は引き続き飼育室の方でゆっくり休んでもらうと。もう行きました。